くね始まりますのでね、ちょっとお待ちください。あとね2分ぐらい待っていただきます。始めさせていただきます。皆さんこんにちは、はい、ようこそ暑い中名古屋市港防災センターにお越しくださいましてありがとうございます。ただいまよりようこそ災害バスターズへのイベントが始まります。で今日のですね、講師の先生は茂木耕作先生です。海洋研究開発機構、ね、ジャムスティですね、こちらの研究員でいらっしゃいまして、東京学芸大学非常勤講師でもいらっしゃいます。そして茂木さんは2012年ですね、本を書かれています。梅雨前線の正体ということですね、こちらの本を書かれております。で内容なんですが、気象学を童話のようなストーリーで書かれているということなので、ぜひ皆さん読んでみてください。でもう一つなんですが、2013年に天気と気象について分かっていることいないことという本を書かれております。でこちらのきっかけに気象学を生活と結びつける活動を始められたそうです。そして2014年に皆さんおなじみ NHK 教育学ぼう防災の出演と制作をされております。それでは茂木作さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんにちは。今日は災害バスターズなんですけど、災害バスターズ資格がありまして、ちょっと声を出すのが大事なんで、こんにちはをもうちょっともう一回やっていいですか。ちょっと大きな声でお願いします。練習なんで軽くやってください。こんにちは。こんにちは。最高ですね。はい、こんな感じでちょいちょい声出してきますんで、最後までお付き合いください。で今日はですね、災害バスターズっていう名前で僕タイトルつけましたけど、ここに来てくださった皆さんはその災害を倒すために何か活躍してほしいな、そのメンバーとして帰ったらね、何かをしてほしいんですよ。で必ずそんな難しいことじゃなくて、必ず誰でもできることなんで、でそれをやるために皆さん持ってると思うんですけど、これ持ってますかね、わかりますか。それをちょっとずつ完成させていって、で最後ですね、これ折りたたんで
英語にあの後ろでラミネートしてくれるんですよ、はい、でこれを持ち帰っていつも持ってるとあの忘れないじゃないですか。でなんかちょっと今日、まあ、記念ぐらいな感じで持って帰ってもらっていいんですけど、あのなんかちょっとしたきっかけの時にあこんなこと考えたなっていうのをちょっと思い出すきっかけにしてもらえたらな。だから今日だけで終わらせないでほしいんですよね、はい、で今日特にあのそんな難しいことはしないんですけど、あの自分でいろいろ喋って自分でいろいろ考えてっていうことの、あの、まあ、ちょっといろんな実験をしてみたいなと思います。で、ですね、僕の今日、まあ、こういうお話しさせてもらうテーマはですね、あのちょっと大人の方はよく分かるんですけど、天才は忘れた頃にやってくるっていう言葉があるの知ってらっしゃる方、それを聞いたことあるなっていう人、はい、あのこれ、まあ、すごいね、あの古い名言ですけど、あの、まあ、地震でもそうだし台風でも何でもそうなんですけど、あの普段こんな、ね、あのひどい災害が起こるなんてことは基本気にしてないので、まあ、急に忘れた頃にそういうのがやってくるから、まあ、いろいろその困ったことが起こったり、ああしとけばよかったこうしとけばよかったっていうことが起こるんですけど、じゃ忘れないようにしましょうっていうので、こういう防災センターであるとか、あの、まあ、こういうことをいろんな皆さん学びに来られてると思うんですけど、残念ながらですね、僕の経験に入って必ず忘れるんです必ず忘れるんで、必ず忘れるんですけど、学んでも絶対忘れます。で僕も仕事としてこういうことやってますけど、それでも忘れるぐらいなんで、あの普通の人は忘れて当然なんじゃないかな。でだけどたった一つだけですね、僕ね発見したんですけど、絶対に忘れない方法があるということですね。それを皆さん、あの今日ねこのプログラムを通じて持って帰っていただきたい、はい、ということなんですけど、はい、まず最初に資格ということで、皆さんあのさっき声を出していただいたんですけど、結構あの災害の時って、まあ、いろんな状況ありえると思うんですけど、あのちゃんと声を出せることって結構大事だと思うんですよ。だからいろんな人と喋れるとか、あの落ち着いて行動しましょうってよく言いますけど、正しいことをすることはとても大事なんですけども、例えばお子さん連れでしたりとか、あの、まあ、いろんな状況あると思うんですけど、必ずあの落ち着いていて かつ声を出して、でなおかつ伝えるべきことをちゃんと伝えてということが必要じゃないですか。で、まあ、僕あの大げさに資格とか言ってますけど、ちゃんと声を出せるっていうのは僕大事だなと、はい、で皆さんさっきすごいあの大きな声でこんちゃって言ってくださったんで、あの皆さんはバスターズの資格があります。でですね、バスターズのメンバーの皆さんにはですね、これからお伝えする任務を今日ここで終わりじゃなくて帰った後にやってもらいたいなと思ってるんですね。でこれをちょっとこれから紹介していきます。でなんと任務をこなすとですねはい、得することがないとなかなか頑張れないじゃないですか。いや頑張ったらなんか得することがあるんですよ。でそれは別にあの報酬っていうとなんかお金を思い浮かべる人も多いんですけど、お金とかじゃなくて、あこれをやってよかったと自分で自分がそう思えれば、それはすごい報酬だと思うんで、あのそれが何なのかっていうのもちょっとこの先考えてみたいな、はい。で僕のことをちょっとあの先ほど紹介してくださった時にですね、まあ、NHK の防災番組、まあ、こういうあの学ぼう防災っていうんですね、まあ、10分ぐらいの小学生向けの、まあ、いろんな地震ですとか津波とかも含めて、ずっと1年間やってる番組シリーズがあって、でそれの僕台風のところで、2年前に出させてもらって、それがずっと再放送されて、まあ、今日も6時からやるんですけど、ずっと再放送されてて、まあ、こういうところに呼んでいただく声になってるんですけど、これ知ってる人いますか？見たことある人？あ、それぐらいですか。はい、はい、これ実はテレビに NHK でもやってるんですけど、ウェブ上でもいつも見れます。なのでよかったらどんな内容か見てみてください。でちょっと触りだけお見せしますけど、こんな感じです。まあいくつかシーンを選びましたけど、ここ撮ってきたかっていう感じですけど、はい、これ実は僕の小学校4年生の娘と
中学校2年生の息子がいるんですけど、その子のその子たちの通っている学童保育で撮らせてもらったんですよ。はい、で僕もともと防災とか実はやってなかったんで、で台風のことをしゃべってるんですけど、実験してですね、ビデオ撮ってきたから、それちょっと今から、ね、見てもらおうかな。京都大学にある強力な風を作ることができる実験施設、そこへやってきたのはすね毛が生えた小学生。はい、僕が一番人生で恥ずかしかった瞬間です。でちょっと考えてほしいんですけど、風が何メートルとかいろんな強さあるんですけど、何メートルで何が飛ぶかちょっと予想してみてください。さあ風スタート。最初風速8メートルで、8メートルって言ってもよく分かんないじゃないですか。何が飛ぶんですか。看板が倒れた。発泡スチロールの箱も10メートルになると、はい、工事用コーンやゴミ箱が飛ばされてしまう。例えば扇風機ぐらいだともう風速数メートルぐらい。13メートル。はい。でまあ傘が落させなくなってくるのが10メートル超えてきたあたりです。はい。で台風っていうのは17メートルを超えたものを言うんですけど、まあ、それで外に出るとどういうことが起こるかっていうのは、こういうところから分かってきますよねっていう話なんですね。でこういう番組をあの10分にまとめて作らせてもらってるんですけど、 NHK で、まあ、今日帰って再放送見ていただいてもいいですし、あのインターネットを使える方はインターネット上でちょっと調べていただくとこれいつでも見れますんで、であの10分かける2本であの2つのテーマでやってるんで、まあ、よかったら見てみてください。で、まあ、もちろん知識みたいなことも大事ですけども、実際にじゃあ自分の街でどういうふうに当てはめたらいいのかなっていうのが大事だと思うんですね。で今日子供がたくさんいるんで、子供だったら自分できることがあると思うんです。子供にしかできないことがあると思うんです。普段自分が遊んでる場所はあの大人はあんまり興味ないかもしれないけど、自分が遊んでる場所は自分が一番興味あるし一番よく知ってます。普段どういうところだと思うんですか。一番よく遊んでる公園で遊んでますか。公園の周りで何があってどういう風の時は何が危ないとかっていうのは多分君が一番よく知ってるはずなんです。はい、だから帰ったらその任務を果たしてみてほしいんですね。はい、だからそれお母さんよりも君の方が絶対できる任務なん でそういうことをあの大人は大人ができることをやってほしいし、子供は子供で子供が詳しいことを考えてみてほしいんですよね。はい、でところでですね、今日皆さんご存知かどうか分かりませんけど、すごい晴れてるし、台風のことなんて考えたこともないかもしれませんけど、どうですかね、あの知ってましたか。おお、すごいですね、よく知ってるね。え、何で知りました。何で知りましたか。あ、テレビ見てたら、あ、やってましたか。15号がこの後、これ2つあるじゃないですか。どっちが危ないと思います。 16?15 か、15だな。そう、テレビ見てる人もいるし、あの見てないで気にしてない人もいると思うんですけど、あのでもね、テレビの解説って必ずしも子供向けじゃなかったりしますし、大人でもよく聞いててよくわからないことありませんか。はい、で、あのそれはあのまあ、自分の言葉に置き換えられた時に分かったってことだと思うんですけど、僕もあんまりニュース見ててピンとこない時もあるんです。こういう研究やっててもそうです。なんで僕は大体ですね、あのこういうキャラクターも自分で勝手に作ってですね、こいつが何喋ってんのかということに置き換えたりするんです。はい、でこいつはどういう気持ちなのかな、一体何を企んでいるのかな、あいつはと。でそいつを倒すにはどうしたらいいんかなみたいなことを考えるんですね。はい、で今日は皆さん災害バスターズなんで、こいつを倒すためにいろいろ作戦を練ってほしいんですよ。でこいつちょっと例えば僕ならなんて思ってるかっていうと、こいつ多分ですね、あの日本に来そうなのはこっちなんですね。こいつがなんて言ってるかっていうのをあのさっきの NHK の、番組でも僕やったんですけど、なんかこいつが
こんなセリフを言っていると思って今度はニュース番組見てみてください。ニュース番組はもっと淡々と喋ってると思うんですけど、こいつは、いや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 、俺様は台風の風やんだ、日本のあいつらまだ俺様がこんなところまでできてるの気づいてないようだな、どうか来週あたり引き上がりしてやるかって言ってるんだろうと俺は思ってるんですよ。はい来週あたりってとこが大事なんですよ。はい、いやでも、まあ、こいつが何か悪いことしそうだなっていうのはみんな知ると思うんですけど、でニュース見てるって、もう気をつけてくださいって言ってるから知ってると思うんですよ。でも来週あたり俺は何かやってやるぞって言ってるんですよ。はい、なんでわかるんですかね。でそれをですね、ちょっとこれから考えてみたいんですけど、ちょっとクイズします。必ず分かる方法があるんですよ。はい、で、あの結構多くの人があのニュース見ててもん、それは結局どういうことなのかなって思って聞き流してません。はい、あると思うんです。で、ちょっとね、たまに試しにクイズしてみましょうか。あの台風が来ると必ずなんかこういう丸のマークが見たことある人います？見たことある人、あ、あります、はい、あ、いいですね。はい、この丸をのこの丸の意味がですね、分かってれば大丈夫です。はい、でもこの丸の意味を自分は分かってるつもりなんですけど、ちょっと誤解してたりとか、あれ、こういう意味だったっけ、あ、こういう意味だったっけってちょっと曖昧だったりとか、あの勝手にこうじゃねえのかなとか思ってたりするんで、ちょっとクイズしてみましょうか。これあの合ってる間違ってるあんまり気にしないでくださいね。今日分かれば全然問題ないはい、でかなりの人が、僕今までいろんな人にクイズ出してきたんですけど、かなりの人が結構誤解してたりするんで、あの全然あの合ってる間違ってるは気にしないで、こう思うっていうので答えてください。まずですね、この丸の意味僕が今から聞きますけど、こうだと思うのに手を挙げてくださいね。はい、まず1番目、今台風風がここいますけど、さあ明日明後日になるとほらどんどんこう丸が大きくなるじゃないですか。わかります？ってことはどん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 強勢力を強めて、あいつらどんどん悪くなっていくぞ、ね、これが1番、そういう意味だよ。この丸がどんどんでかくなりますよね。大概あの丸がなかなか大きくならない場合もあるし、どんどん大きくなる場合もありますけど、この丸がどんどん大きくなっていくのは、こいつがどんどん強く打って悪いことするぞと言ってるんだと。はい、これが1番です。はい、2番はですね、この丸がいくつか複数あるんで、その要するにですね、この台風がやってくる場所はこの丸とこの丸の間に来るんですよ。だからこの丸の中間を取れば明日が分かるんです。これが2番の意味です。はい、2番だと思う人は2番です。あとで聞きますけど。で、3番は、はい、この丸の中のどこかに台風の中心が来るかもしれない。はい、この3つですね。はい、じゃあちょっと聞きたいと思うんですけど、1だと思う人います？ 1 だと思う人。あ、1だと思う人。はい、はい。はい、2番だと思う人。あ、2番結構いますね。はい、2番ですね。この間に必ず来るから明日気をつけろよって話ですね。はい、3番だと思う人。はい、はい、ありがとうございます。はい、これ結構ね、子供ぐらいだと結構分かれましたけど、はい、答えは3番です。はい、あの台風の中心の位置がこの丸のどこかに来るかもしれないんで、こっちに来るかもしれない、こっちに来るかもしれない。だから普通はですね、まっすぐこっちに動いてると言ったらそれを信じればいいと思っちゃいたいんです。だから答え一つにしたいんですけど、台風って結構あっち行ったりこっち行ったりフラフラしやすいんで、だいたいこの辺の中に収まると思いますっていう可能性で話をするんですよ。だから来そうになった3日ぐらい前からは結構1日に1回ぐらい見てほしいな。はい、これどんどん変わりますから。で、この円がどんどんちっちゃくなっていけば、あ、まず間違いないなっていう感じなんですけど、大きいうちは相当そのどっちに行くか分かんないんで、どっちの心配もしておく必要があるんですね。あ、来るかもしれないし、
あっちに行けばもう大丈夫だと、完全に晴れるという時もあるんですよ。はい、でこれ予報円っていう名前なんですけど、この円のこう見方一つとっても結構ね、知らない人もいらっしゃるんですよ。でこれ実はニュースで解説してくれてる人ほとんどいない、で学校でも習わないんですよ。なんで、あのこういうのも含めてちょっとあの 番組の中で言ってるんで、あの自分でこれ知りたいなと思ったものを探してほしいんですよね。はい、でちょっとこれ小手調べクイズでしたけど、まあ、例えば実際はですね、今の15号16号はこういう予報円なんです。で来週あたりって僕言いましたけど、さっき、はい、23日24日25日6日とかなったらこの辺の中に入ってる可能性がありますという図なんですね。だからこっち側を通るかもしれないし、こっち側を通るかもしれないです。でこっち側だったら大丈夫ですね多分。はい、でもこっち側来たら名古屋直撃ですよね。あの展示で2階に伊勢湾台風ってありましたけど、あれ大体こんな感じでしたね。はい、で何が起こったかとか、伊勢湾台風の展示ありましたけど、はい、もしこう来たらああなるのかと、そういうふうに展示を見るとちょっと見方変わると思うんですよ。昔起こったことじゃなくて、明日起こるかと来週起こることとしてちょっと考えてみてほしいです。はい、でですね、ちょっとこれからその配った紙にいろいろ書いていってほしいなと思うんですけど、任務を決めていきたいな。でまずバスターステップって書いてあると思うんですけど、一つ目ちょっと見てもらえますか。はい、バスターステップ、三つのバスターステップっていうのをちょっと僕今日用意したんですけど、はい、まず一つ目ですね。はい、もう特に考えなくてもいいので、今日たまたまね、このイベントに来ていただいて、ちょっとピンと展示を見てなんとなくキーワードにピンときたのかもしれないし、これよく知らないな、だから調べてやろうでもいいです。何でもいいんですけど、一つ選んでいただきたいんですよ。で僕が用意したのはこれだけじゃないんですけど、あえて4つに絞りましたから、高潮、強風、洪水、土砂災害と4つだけです。でどれか一つ決めてください。でちょっと丸してみてほしいんですね。丸書いてみてください。はい、なんとなくでいいです。で もしくはもともとこれに興味があったでもいいですけど、はい、じゃあこれにしようと、えいっと決めて丸書いてみてください。実際に自分の手を動かして丸を書いてみてください。でそれ一人一人結局違うものを選んでくれて全然構わないので、違うものを選んでることが大事なんですよ。みんな高潮だけを選んでしまうとですね、高潮しか倒せなくなっちゃうんで、これだけ人数がいてですね、結局名古屋にこれだけのバスターズが誕生するとですね、あらゆるものに結局対処できるということにしたいですね、最後は。はい、じゃあ丸つけてもらいましょうかね。高潮に丸つけた人いますか。あ、少ないですね。はい、強風、あ、強風ですか。はい、ありがとうございます。はい、洪水、あ、洪水、洪水、はい、ありがとうございます。土砂災害、おお、なるほど、はい、いいですね。はい、この選んでもらったのに対してですね、ちょっとこれから今いくつか聞きますけど、これ僕がどうしろと言いません。でもちょっと考えてみてほしいな。でこれまずね、今皆さんにとって風水害とは何なのかのたまたま一つキーワード選んでいただきましたけど、それが起こりそうな季節はどこだ、春夏秋冬、いつの季節に起こりそうかちょっと考えてみてください。これはもう正解がある問題じゃないので自分で勝手に決めていいです。ちょっと書いてみてください。いつ起こりそうかっていうのを書いてみてください。自分で勝手に決めていいですか。春夏秋冬どこで起こりそうですか。はい、強風だったらそれ住んでる場所にもよるし、はい、もう自分で勝手に決めていいです。はい、でなおかつですね、もう一つ
考えてほしいんですけど、季節はまあ4つしかないから簡単に選べると思いますけど、もしその災害に不運にもですね会ってしまうとしたらですね、どういう場所で会う可能性が高いか、そ想像だけでいいですかね。あの僕が例えば自分が仕事に行ってるあの職場のこの辺で会うんじゃないかとか、街に出かけていてこの辺で会ったらどうなるんだろうとか、場所あのなんどこでもいいですよ。自分の好きな場所で公園でもいいし、いつも遊んでる場所でもいいし、おじいちゃんのとこへ行った時に会うかもしれないですから、はい、どこでもいいです。これ場所ちょっと一つ決めて書いてみてください。はい、公園でもいいですよ。なんとか公園でちょっとできれば具体的に書いた方がいいですね。何々公園、思いつく場所どこでもいいです。はい、じゃあですね、あのこれはあのどういう風にしたらいいとか悪いとかじゃないんで、あの今僕が無理やり言ってるだけなんで全然あの気にしないでくださいね。ただちょっときっかけなんで、きっかけとして言ってるだけですから。でじゃあ今ちょっと書いてもらったと思うんですけど、今からですね自分が何をたまたま選んだのかっていうのを教えてほしいなと思うんですけど、ちょっと皆さん全員一回ちょっと立ってみ見てもらっていいですか。全員立って、全員、あ、後ろの方も全員お立ちください。はい、ちょっとね、しばらく僕ずっと喋ってたんで、聞くのもずっと聞いてるばっかりも疲れてくると思うんですけど、はい、ちょっと立ってみてください。はい、ありがとう。じゃあですね、お父さんお母さんと来てる方は親子でもいいですし、たまたま隣にいた友達でも全然構わないですけど、隣の人に自分の書いたものを教えてあげてほしいんですよ。で、どういう場所でどの季節でっていうことをちょっと教えてみてください。はい、で隣の人誰か一人見つけてください。初めてできればですね、大人の方は初めてお会いする方に話してもらった方がいいです。はい、何を選びましたか、どこで起こりそうですか、いつ起こりそうですか、はい、をちょっと言うだけですよ。どの場所で起こりそうですか、はい、を言ってみてください。はい、国根さんは一番後ろのですね、富山さんっていう方に聞いてください。はい、はい、はい、でもまあすぐするんでね、はい、すぐでいいですよ。はい、あ、じゃあ教えた人はもう皆さん座ってくださいね。はい、はい、でこれ人に言って分かったと思うんですけど、すごい簡単なことなんですけど、言ってみないとこの伝えるって感覚分かんなくないですか。今まで多分言ったこういうことしてほしくないと思うんで、でしたことないことをさせられるのが災害の時のなんていうんですかね、パニック状況というか、皆さんがあどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうってなっちゃうのはしたことないことを急にさせられるからなんですよ。で今みたいのは全然安全な場所でなんてことはないことをしてるんですけど、でも なんとなくちょっとあどうしようかなって なりますよね。でそういうのは結構普段安全な時にたくさんしておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。でじゃあ次いきますね。でバスターステップはちょっと裏面なんですけど、裏面ちょっと見てみてください。でこれちょっとね、お子さんには地図厳しいかもしれないですけど、今真ん中の星印はこの防災センターなんですよ。で自分の家は大体どの辺かな、大体でいいですよ。点で正確に出なくてもいいです。大体こっち側だなとか、はい、ちょっと探してみてほしいんですよ。で、なんか書けそうなものがあったら書いてみてください。あ、これこの山行ったことあるとか、ちょっとお父さんお母さんに聞いてもらってもいいし、自分で見つけられそうだったら見つけてみてください。
今日電車でここ通ってきたなとか、なんかいろいろ自由に書き込んでください。ちょっと例えばですね、僕今日横浜から来たんですけど、新幹線で来ましたよ。で金山まで東海道線で乗り換えてきましたけど、だからこんな感じになりますね。でも大体今日名古屋市内から来てるんですよね。はい、名古屋市内だと大体地図の中入ってるかもしれませんけど、大体自分家こっちの方で、はい、で大体この辺通ってこういう風に来たなっていうのをちょっと見てみてほしいですね。はい、あのこれは、まあ、ちょっとあとも思いついたことあったらいつでも書いてくれていいんですけど、ちょっと後ろ見てみてください。後ろ、はい、あの後ろにですね、あのこの名古屋市内のですね、あのいろんな、まあ、防災用の情報がこう書き込まれた地図が、大きな地図があるんですけど、まあ、そこにですね、例えばあの何年前の東海豪雨の時にここの辺が洪水でもう水浸しになっちゃったとかっていう経験談が付箋で書いてあったりするんですけど、あの皆さんももちろんそういうのあったらあの書いて貼ってってくださいね。であの左側のカラーで書いてあるのが標高なんですけど、名古屋市の西側から来た人っていうのはものすごい標高の低いところなんで、洪水の方が基本的に気をつけた方がいいことですよね。だけど東側から来た人は山沿いの方なんで、そっちは土砂災害とかそっちですね、まあ、あるいは強風なのかもしれないですけど、で自分の住んでる場所、住んでる町によって気にしなきゃいけない災害って全然違うんですよ。だから僕がこうしてくださいねって答えを決めて言ってもあまり実は意味がなくて、自分の家の周りで何が起きそうかを考えてほしいんです。でさっき例えばですね、ビデオで見てもらいましたけど、自分の町にどういうものがあって看板があるかもしれないし、ちょっと探してみると、まあ、ゴミ捨て場のところが実はちゃんとしてなくて、あの辺危ねえなみたいなのがたくさんあったりとか、あのそういう気になって今日帰ってみた。今日帰り道にこれ風速10メートルで飛ぶんじゃねえのってやつたくさんあるんですよ、はい、絶対あるんですよ。僕、まあ、横浜まで帰ると草のことありますけど、あの街中そういうもんで溢れてます。でちゃんと台風が来るぞってなったら皆さんそれなりにちゃんとした人は皆さん対処してしまってるんですけど、しまってるものが多いんですけど、そうじゃない人ももちろんいるわけで、でそれの、まあ、だから大災害にはならなくても、そういうもの の被害っていうか、そういうのでちょっと怪我したりとか、そういうのも本当は自分がちょっと気にしてるかどうかで避けられるか被害に遭ってしまうかが分かれちゃうんですよね。はい、で大事なのは、あの皆さんこの災害防災センターの中でいろんな資料見てもらってほしいんですけど、そのきっかけとして今日これやってるんですけど、それを見ながら自分の家の周り、自分のこれから帰る通り道、あるいは通学路とか通勤ですとか、いろんな自分がいつも生活してる場所ありますよね。そこであの何が起こるのかなっていうのをちょっと想像して、で日常的にあの気にして通っていくんですよ。あ、今日あれないな、実は週に1回しかあの看板出してねえのかとか、いろいろあるんですよ。実は結構気づくことあって、これあの災害とか関係なしに単純に楽しいのでやってみてください。はい、あのこれ結構大事なところなんですけど、楽しくないとみんなやらなくなるんで、はい、楽しいことをやってほしいんですね、任務として。はい、で結果的にあの災害の性格が分かったりとか、まあ、こういうところでいろんな展示見ていただいて、過去の失敗がどういうのがあったりとか、あの自分のちゃん町を本当は知るっていうことがすごい楽しいことだっていうのをちょっと気づいてもらったりとか、そういうことをちょっとあのこのカードの中できっかけにして、あの今日のセンターをこの後もちょっと回ってみてほしいですね。はい、で最後なんですけど、あの最後にちょっと行く前にですね、まあ、そのさっき言ったのは今日帰ってすぐできることですね。あの任務としてあの、まあ、こういうのを探して帰るんですね。あの日常的にできそうな、意識できそうなことですね。はい、で危なもし危なくなったらこういうことを気をつけた方がいいのかなっていうのを考えながら展示見ていただくと、全然展示の意味が変わってくると思うんで、はい、
で最後にですね、最後になんですけど、これ僕があの娘と娘の通ってる学童保育であの NHK の番組撮らせてもらったんですけど、これすごい大事なことですね。あの単純に、まあ、赤の他人に対してでも、もちろん僕は、まあ、あの仕事としてはやりますけど、もちろん、はい、でも皆さんの場合はその仕事としてっていうよりは、あの他のいろんなことを抱えてる中でこういうこともちょっと気をつけたいっていう話だと思うんで、そういう人の場合は忘れないためのたった一つの方法ですね。もう本当に何ですか、結局自分が守りたい人誰なんだっていうのを決めておくのが一番大事だと思うんですね。でちょっとあの今これあの各欄をですね5人決め書いてあるんですけど、ちょっとねあのすぐ思いつく人だけでいいんで、本当あの友達とかクラスのここに今日来てない友達とか誰でもいいです、はい、お父さんお母さんでもいいし、おじいちゃんおばあちゃんでもいいし、はい、今日ここに来てない人で、あこの人助けてあげたいな、もし危なくなったと思う人ですね、5人名前書いてみてほしい。そうすると電磁の見方変わります。全然違います。あ、俺が助けてやらないとなった時に自分が学べばいいんだと思うだけだと忘れちゃうんですよ、必ず。絶対に忘れます。だけどあいつ助けるためだと思うと忘れられないじゃないですか。自分がちゃんと覚えてないとね、助けられない、ね、わかる。はい、であの親子で来てらっしゃる方もいると思いますけど、まあもちろんご家族書くのは全然構わないんですけど、来てない人も できればぜひ思い浮かべて一人書いていただきたいな、はい。でちょっと5人浮かべるのって意外とね、なかなか出てこない人は出てこないんで、ちょっと時間取りますけど、はい、書いてみてください、はい。子供たちもね、実際ねクラスの、まあ、本当に普段仲良くしてる人とか先生でもいいんです。自分より年上でもいいんです。だからここには来てないので先生も知らないこときっとあると思うんです、はい。だからちょっと書いてみてください。で書くとですね、これ実は助けてあげたいと思うのももちろんそうなんですけど、その人が仲間になってくれるんですよ。仲間になってくれると、その人が知ってることを僕に教えてくれるかもしれないし、僕が知ってる人知ってることをで教えてあげたときにもっと詳しい人を紹介してくれるかもしれない、はい、もっと楽しいアイデアが思い浮かぶかもしれないし、はい、自分一人だけでやろう、自分だけを守ろうとすると結構忘れちゃうので、自分以外の誰かで楽しくなりそうな人、仲間になりたい人を書いてみてほしいです。でそれを書いて最後後ろでねラミネートして持って帰ってもらうと、あ、またなんかそのちょっと思い出そうかなって気にもなるじゃないですか。その自分の守りたい人が書いてある、はい、ただ知識じゃなくて自分の本当に仲間にしたい人、はい、を書いてみてください。で、後でね、僕がじゃあ実際にどういうことをやってるかっていうのを後でちょっと紹介しますけど、はい、それもちろん僕にとってっていう話ですね。だから皆様は必ずしも真似しなくても全然構わないんですけど、まあ後でちょっとこういうこともアイデアとしてはあるよということを聞いてもらえたらなと思うんですけど、はい、いいですかね。はい、僕がいつもやってることはですね、僕は必ず仕事場でもそうだし、日常まあ、仕事してなくてもそうなんですけど、日常的に必ずインターネットを見る環境に実際いるの で、まあ、別にニュースが気になるのもあるし、自分の好きなものを調べたいのもあるんですけど、必ずインターネットを見るんですよ、毎日1回を。そうするとですね、必ず1回自分が気になるものももちろん調べていいんですけど、それとは別に、あ、これ昨日、ちょうど昨日のなんですけど、ちょっと関係するのが必ず1個あるんです。で、そんなに自分が興味なくても1回クリックするぐらいだったら5秒ぐらいじゃないですか、はい。だけどこれ日常的に頑張らなくても結構できるんですよ。で僕はこれをわざと1日必ず1回やるって決めてるんですよだからその
台風も別に毎回毎回僕の住んでる横浜に来るとは限らないですよ。九州に来るやつもいますけど、だとしてもなんかあこういうのいたなと思ったら必ず見るんです。はい、でこれはあの初級、僕にとっての初級ミッションですね。はい、毎日できそうだな、はい、特に無理しなくても大丈夫と思ってることです。だから皆さんにとって そうでなければ別にそうじゃなくてもいいんですけど、はい、でこれたまたまですね、一昨日広島の土砂災害が2014年の8月20日に起こって、で、まあ大変なニュースになりましたけど、1年後どうなってるのかという記事なんですけど、はい、まあ、僕もちょっといろいろ思ったことがあった。1年経って結局あの時全然してなかったけど今してることでちょっと世の中変えられると、まあちっちゃくていいんですよ、全然大きく変えようっていう話じゃなくて、ちょっとは変えられそうなこと何なのかなっていうのをちょっと考えたんです。で、あのお友達にですね、このシェアボタンとかツイートボタンとかあるんですけど、まあ、見てくれるかどうか分かんないです。それもう僕気にしないことにしてるんですけど、あのだからこれは誰か口で喋ってくれてもいいですし、はい、なんかその家族で話題に載せるだけでもいいんですけど、はい、まあ、ニュースを見た時にニュースを見たで終わらせないで、それを見て僕ならこう考える、何か一言アウトプットすると、アウトプットした時に忘れなくなるんです。インプットしただけだと必ず忘れるんです。でアウトプットしたことは絶対忘れないんです、はい、何でもいいですよ。そんなにその高尚なことを語らなくてもいいんですけど、誰かお友達でもいいですし、ご家族でもいいんですけど、こういうことあったっていうニュースを今日見た、それだけなんですよ。それだけで全然忘れなくなるんです。で僕はこういうことやってます。はい、でまあ、こういう記事って昨日たくさん出てましたけど、ちょっとまだ残ってると思うんで、気になった人は見てみてほしいなと思います。はい、で、土砂災害を選んでくれた人何人ぐらいいましたっけ？結構いましたよね。はい、土砂災害、実はですね、この防災センターにも実は情報が結構まとまってて、1階のディスプレイのところにですね、土砂災害の警戒区域はこういう場所です、名古屋市内で。で、こういうところに多いんですよとかっていうのがディスプレイで見れるようになってるんですけど、それちょっとね、後で見てもらったらいいと思うんですけど、それとニュースと両方一緒に見ると全然その意味が変わってくると思うんです。何のためにそういう警戒区域って決めてんのとか、決めてなくて実習をまだできてなくて、それなぜできなかったのかとか、いろいろ理由があるんですけど、じゃあまだできてなくて、自分はじゃあちょっとなんか考えた方がいいこととか、人に伝えた方がいいこととか、ちょっと思いつくと思うんで、情報を入れるだけじゃなくて、アウトプットする前提で、誰かに話す前提で、ちょっと見てみてほしいんですね。はい、で、中級ミッションは皆さんに今、バスターズステップでやってもらったと思うんですけど、僕はこうやってきたんですね。新幹線の停留も横浜から。はい、で、この経路で、途中で、いろいろ探していくんですよ。どっか出かけたら必ず風速10メートルで飛ぶものを探して歩くんですよ。すごい簡単ですよ。別に何の目的でもいいんですよ。遊びの目的でも何でもいいんですよ。でも風速10メートルで飛ぶものを1個見つけて帰るんですよ。で、ディズニーランド行って帰るとかでもいいし、それを1個見つけて帰るっていうのを決めてると、結構ですね、365日経つと結構たまります。はい。で全国回ってるといろんなものが10メートルで飛ぶんで、それ見てみてほしいな。はいはい、子供だったら公園とかどこでもいいですけど、いろんな遊ぶ場所行ったらですね、それぞれいっぱいあると思うんで。で最後はちょっと難しい話ですけど、この防災センターの1階のタッチパネルのところで、さっき警戒区域が見れますよって話ちょっとしましたけど、実はホームページにも国土交通省というところが全国全て出してるんですね。で愛知県を選ぶと愛知県のマップが出てくるって。で僕は神奈川県なんで神奈川県のクリックと神奈川県が出してる。で僕ん家の近くって土砂災害の多いところなんですよ。もう裏が山崖のすぐ切り立ってるところなんで、で標高は低いんですけど意外と土砂災害が起こりやすい場所だったりするんで、標高実は関係なくてですね、僕の思い込みも実はあるんだなってことに気づいたり、そういうのでするんですね。
僕の思い込みでは実は標高が低いから洪水なんだと思ってたんですよ最初。で標高が低いだけで洪水って決めつけてるんですけど、実は洪水には強かったりするんですよ。もともと標高が低いから洪水対策がたくさんされてる場所なんです。だけど土砂災害って町が古くて、実はあんまりその立ち退きとか結構ややこしいものがあってあんまり対処してなかったりするんで、それは結構ややこしかったりするんです。でそれは本当に土地柄によるんで、本当に土地柄によるで、だからもう自分でミッションを決めるしかないんですよ。はい。で、例えばですね、名古屋市内の土砂災害警戒区域だとこういうところにありますよとかっていうマップが見れるんですけど、はい、ホームページでもこういうのが見れるし、下の1階のパネルでも見れます。はい。で、僕が報酬だと思ってるのは、今までちょっと気にしなかっただけで素通りしてたことが、ちょっと気にしただけでこれだけこう勝手に情報が入ってくるっていうのは僕にとってはすごい報酬なんですよ。で、例えばこういう場所に呼んでいただくとか、僕横浜から今日来てるんですけど、普通研究だけを研究所でやってると僕災害のことはほとんど気にしないです、正直。はい。だけど誰かが誘ってくれたら断らないってことにしてるんですけどはい、誰か誘ってくれた時に何か断らないでいると必ず報酬があると思って見ていると、あ、本当に報酬なんですよ。はい。このセンターで僕は今日一日見てもありましたけど、もう本当知らないことばっかりしか、はい、それが楽しいと思うことがまず結構大事なんじゃないかな。はい。でこれ僕は最後にちょっと言いたいんですけど、もうそろそろ終わりますけど、これ結構ですね、皆さんこういう災害防災センターみたいなとこ来ると知識を学ぼうとされるんですよ。はい。それはすごい正しいことなんですけど、学んだ知識は誰か人に伝えて初めて自分が理解できるっていう瞬間があるんですよ。はい。子供でもいいし、はい、友達でもいいんですけど、必ず誰かに伝えてください。家帰ったら今日来てなかったお父さんですとか、今日一緒に来られなかった実家のおじいちゃんとか、本当それぐらいです。はい。で自分は災害バスターズになってこういうことしたんですという話をですね、ちゃんと例えばこれをラミネートして持って帰ってもらって、なんかこういうこと考えたみたいな、ちょっと体験談をするだけで全然話が変わってきて、それを忘れなくなるきっかけでもありますけど、そういうふうに誰かに言った人がですね、そういう人のところに必ず情報が集まるようになってるんです。これすごい面白いことで、情報って一生懸命集めようとしてると実はなかなか集まんないんですけど、すでに持ってるほんの少しの情報でいいんですよ。それを誰かに言うとですね、あ、それだったら俺もこういうこと知ってるよってどんどん相手が勝手に言ってくれるんですね。はい。で、自分はこういうこと気にしてるっていうのをまず一言相手に伝えるだけで、あ、それだったらこういうのもあるよ、ああいうのもあるのっていうのが勝手に集まってくる流れができるんで、これちょっとね、皆さんに知ってもらいたい。だからこういうところに来ると学ぶというところで止まることも多いんですよ。でもアウトプットするともうあとはほっとけばどんどん学べるっていう状態になっていくので、はい、そこに行ってほしいんです。で、今日はですね、お子さん連れのお母さん方結構何かおられるんで、これから学校の方でいろんなこと学ばれると思いますけど、学校でテストあるじゃないですか。テストやりますよ ね。で問題があって答えを書きましょう。合ってたら丸ですね。間違ったらバツつけられますね。まあ半分合ってたら三角ついたりしますよね。で、そういうのに答えるために皆さん一生懸命勉強するじゃないですか。で、苦手な人もいるし得意な人もいるし、だけど基本的に日本人同士で比べたらできる人はできない人いろいろいますけど、世界で見たら日本人すごいこの能力高いんで、基本的にあんまり心配しなくてもよくてですね、これを知らなきゃいけないんじゃないか、あれを知らないのはまずいんじゃないか、実はあんまり気にしなくて大丈夫です。この知能は基本皆さん基本的には高いんですよ。はい。日本という社会に暮らしていると情報どんどん勝手に入ってくるから、実は知識みんな知ってるんですよ。で、問題はですね、災害の場合は今僕いくつか無茶振りしましたけど、あれこういう時どうしたらいいんだろうみたいな感じになるじゃないですか。で、災害の場合って それがもう究極どうしようもなくなっていく場合だと思うんですけど、何をやったらいいか全然分かんない、どうしたらいいんだろうっていう状態ですね。はい。で、それがどんどん迫ってくるんですよ。で、
答えはないんです。どうしたらいいのか答えはないんです。だけど選ばなきゃいけないんですよ。いやもうこうしようと、今こっちに行こうと、ね、今このタイミング逃したらダメかもしれないからこっちに避難しようとか、まあ、いろんなシチュエーションあると思うんですけど、でもいつ来るか分からないし、どうしたらいいかも分からない、答えもないんですよ。だけどそれをそういう問題に対してまあ、ちょっと練習してみるとか訓練してみるっていうのが知性っていうんですけど、こっちは結構訓練が学校でなかなかできないんで、これはですね誰かに喋って初めて起こることなんで、テストでなかなかできないですよ。はい。なので今日ちょっとこの後もいくつか展示見るときに知識として丸をつけたいから正しい知識をっていうんじゃなくて、自分だったらどういう選択をするか、それ合ってるか合ってないかは置いといて、自分だったらどういう選択をするかなっていうのを問い続けてちょっと欲しいなと。はい。ちょっと結構長く喋っちゃいましたけど、僕が最初に天才は忘れた頃にやってくるんですけど、忘れないためのたった一つの方法はですね、自分が誰かに喋る、守りたい人を決めました。皆さん5人もいるんで、5人もいたらですね、結構な頻度でその人に何ですかね、話題を振るきっかけがあると思うんです。1週間に1回は必ず、ね、台風が来たり、まあ地震かもしれないし、大したことない地震であっても何か起こってます、日本中で。今年は火山が噴火しますし、桜島バンバン噴火しましてね、で去年は御嶽が噴火したりとか、口永良部が噴火したり、もう日本中至る所で必ずその自分に降りかかってなくても何か災害が起こってると、それをちょっと気にして誰かに伝えるってことをやってると絶対忘れないんだよ。でその忘れてない人はいざ自分に降りかかった時に割と大丈夫な選択ができるように徐々になっていくっていうことだと思うんですけど、はい。まあ、皆さんもうこれからね発信し続ける人はもう忘れようがないんで多分大丈夫です。はい、天才は忘れた頃にやってくれてる名言はもうおしまいです今日です。はい。でそれどころか勝手にもうほっとけば皆さん情報が集まってくる人になっちゃったので、はい、そういう人が僕が言う災害バスターズという人なんですね。はい。ということでですね、今日これから帰ってさっき言いましたけど、今日帰ってすぐできることをちょっとさっき思いついたと思うんですけど、やってみてほしいなと思います。で、皆さんにもやってほしいんですけど、実は僕もやって紹介してるホームページを勝手に用意してるんで、まあ皆さんがなんかその別なきっかけを見つけるためにでも全然構わないんですけど、まあ、僕の活動にちょっとどういうことやってるのかなと、横浜で何してるのかなと、実はどういう研究してるんだとか、まあ、もうちょっとなんか別なこともきっかけにしていただくためのページもあるので、まあ、よかったら見に来てほしいなと思います。で、まあ、この後ですね、後ろのポスターですとか下の展示とかにこの後も考えてもらうきっかけにしてもらえたらなと思います。はい。じゃあ今日はね、後でそのラミネートのところに皆さんぜひね行ってもらって、よかったら僕のサインしますよ。はい、モテ作サインもさせてもらいますんで、はい、今日は僕の災害バスターズの決起集会はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。いただくこと